実はですね、皆さんにいろいろ発表をしたいことがね、実はいっぱいあるんですけれども、その発表は5月の30日、まあ私の誕生日、ゴミゼロの日にね、やろうと思ってるんです。だから今日はマジでそんな大したことない。から、気軽に言ってください。あ、でも一つだけなんかお知らせしようかな、最後に。そんな大したことではありませんが。そんな期待しないでくれ。まあ、しぐれよい、あくまでイラストレーターなのでね、そんな大したものは用意できていない。LINE スタンプか、あー!それだけは絶対に違う。もう大変申し訳ないが、それだけは絶対に違う。ちょっと気にしないでください。LINE スタンプは、ない。そういうことでね。で、これはなかったことになったやつで、これもなかったことになったやつですね。なかったことにするな。いや。これ前の配信でも言ったんですけれど、スバルがね、新衣装を出すと、どっかの配信で言ったかと思うんですけれども、その衣装はこっからの衣装じゃなく、完全に初出しのやつなので、楽しみにしててくれー。春といえば何の季節でしょうか。衣替えの季節。制作過程をですね、見せようと思います。あ、でー、楽しみにしていてくださーい。早く出してー、マジで。はい、ちなみにですね、この衣装は何やらね、なんか一人だけだとね寂しいよね。一人だけだと寂しいから、何やらです。あ、そうだ、あのね、なんか今月すごいぞ。まだなんかいろいろあるぞ。コラボが来週2回あるし、ちょっと顔出すの1回あるし、多分ソロもあるし、多分もうすごい。これからもしぐれをどうぞよろしくお願いいたします。また会おう。あ、ちょっと待って、告知するの忘れた。あの、もしかしたらだけど、あの、もしかしたらなくなるかもしんないんだけど、もしかしたら来週新衣装があるかもしれない。さよなら。